皆さんこんにちは、毛利強く演じます栗原由衣です。やった役は全然違うんですけど、一応馴染みはあります。朗読劇っていうのもあったので、男の役もやりつつ女の役もやるっていう風になったので、ある意味僕にとって重要な作品であるのをストレートプレイで、しかも白井明さんが演出っていうのはすごい嬉しかったです。オーディションも本当に受かったっていうので、あ、よかったっていう風に本当に思いました。僕が思う毛利は、立場的に言うとお客さんに一番近い存在だと思うんです。みんなその思春期とぶつかり合って、その時に気持ちがをコントロールできなかったり、これは一体何を見しているんだろうとする好奇心を揺らされる、今回そういう役をやるっていうのが僕の中でもすごいプレッシャーではあるんですけど、でもやっぱ同時にやっぱこの作品ではもう重要なキャラクターの人なので、大切にしていきたいなというふうに思っています。春の目覚めっていうのは、自分の性やまたはその思春期成長期とあたってぶつかったりする、大人とぶつかるっていうのもあるんですけれど、やっぱり自分自身とぶつかり合うことによって自分の殻を破る、より成長するような感じ、これ最初読んだ時思ったので、どんな人が読んでも自分の共感できるような、まあ、難しい作品ではあるんですけど、でも決して初めて見に来るような人を置いて気分にしないような作品というふうに思いました。ロケでしたね。ホテルは京都タワーがある京都駅の方だったんですけど、そこから1日経ってからすぐ早朝でロケバスで移動したっていうのがあったので、京都をちゃんと満喫したことがなかったので、やっぱ一度行きたいなって、ゆっくり行きたいっていうふうに思いますね。まあすごいベタといえばベタなんですけれど、時間が空いた時はちょっと金閣寺行きたいなって思います。やっぱそれ一度も行ったことがなかったので、それでやっぱり でやっぱ教科書に載るようなすごいもう歴史のあるような建物で、世界中の観光客もみんな日本というか京都に来たら真っ先に行く人が多かったので、僕もその自分の目でいつか見たいなっていうふうに思っていました。京都を行く機会はあんまり僕はないんで、その行く機会があるならちゃんとその時間を無駄にせず行きたいっていうふうに思います。春の目覚めはやっぱりどんな人たち、どの世代の人たちが見ても共感できるようになっていると思います。若い人たちは自分のその思春期を思い出したりとか、またはそれこそまだ今思春期の人たちがこれを見たら、これを見ることによって自分のより良い未来に頑張っていけるような作品にはなれると思いますし、そのもっと年上の世代の人たちは、自分もこういう場面があったけどいろいろと経験してきたので、それで今があるっていうふうに思い返すような、自分が本当生まれてきて頑張ってきてよかったなっていうふうに思えるような作品になっています。ぜひ夏に入る直前にこの春の目覚めをぜひ見て、いい春の締めにしてほしいというふうに思います。ぜひロームシアター京都までお越しください。